吉野さんさすがですよやっぱり検索されそうなものでフックかけてますよねでまあ私の場合はねあの自分の住んでる町名でいろいろと埋め込んでるんですよ例えば「店がなくなりました」とかね「新しい店がオープンしました」とか「ここはなんとかっていう道路です」「公園に来ました」とかねまあ中学校とかそういうのもありますしまあほかですよ、まあ、そうするとねやっぱこう今町名で検索するとまあダーッと出るわけですよ で、これからの方が、自分の街ってどんなところだろうって検索したら、私の動画がバーって出てくるような感じですかね。まあ、その辺は、あの、テーマは違うけど、考えてることは一緒っすねって感じですよね。だから地元でね、なんかね、エピソードがあればあるほど、その、ログになって、まあ、将来のアクセス貯金になるかなと。アクセス貯金、ね。将来のアクセスを確保してるってことですよ。もう先行して。で、あの、それとはちょっと関係ないんですけども、あの、 飲み会ってあるじゃないですか飲み会つまんねえよっていう意見が多いと思いますけど私はちょっとねそこに対してねいやつまんないのは誰がそうしてんだって感じで思うんですよ。飲み会に行ってておい俺は楽しませてくれよとか言って欧米な態度で行くからつまんないわけであって「飲み会よし自分の力での盛り上げてやるぜ盛り上げてあげく自分のアクセスにしてやるぜ」って思ったらすごいビジネスチャンスですよね。 で、これはテレビ番組と作り方は一緒だと思うんですよ。YouTube とか、あのインターネットのね、あの、集客と。まずは飲み会という人が集まる場所に行って、目立つ存在になると。で、皆さんのために喜ばせる、楽しませるってことをすると、あの人がいる飲み会は楽しいよねってなって、まさに小さなインフルエンサーになれると思うんですよ。で、その後に、そのアクセスとか人間関係や信頼をどう使うかは、こちらのいいのままって感じでしょ。 だから飲み会がつまんねえ、飲み会がつまんねえって言って、飲み会行かなかったら、そこにアクセスはあるわけじゃないですか。だって行ってる人がいるんで、自分がつまんないと思って放置してる飲み会にも、少なからず人は集まっていて、そこで、なんとか楽しみを得ようとしてるわけですよね。うん。だからそこに、自分の力で、あのー、飲み会がつまんないって言うんだったら、じゃあどんな飲み会だったら楽しいのかなってことを考えて、それをプロデュースすれば、楽しい飲み会にできるわけですよね。うん。だから自分で動けば、 自分でで、えー、完結できるし他人任せにしとけばいつまでたっても主導権も握れないしリーダーシップも発揮できないし何も決められないってことになるつまりは行動もできないし結果ももたらされないってことになるのかなというところですよねまあねことは自分で起こすことでしょう全て。いってらっしゃい